私たちも今さまざまな苦難がありますけれども、しかし将来私たちに与えられようとしているその永遠の栄光に比べたら大したことはない、そう言えるとするならば、なんと大きな希望でしょうか。皆さんこんにちは、松本明弘です。今週は救いについて3つの段階に分けてご一緒に学んでいます。第1の段階は義認、これは過去形の救いと言えますね。キリストの福音を信じて義とを認められましたと過去形で言い切ってしまうことのできる救いであります。そして2番目は成果、これは現在進行形の救いと言えますね。義と認められた私たちは神の子供となった、神の子としてイエス・キリストに似たものに作り変えられていくというプロセス、これが成果でありました。この成果のプロセスにおいて間違えてしまいやすいことは、自分の頑張りによってこの成果が進むと思ったら必ずがっかりします。義認が恵みと信仰によってなされたのと同じように、成果も恵みと信仰によるんだっていうことを前回強調いたしました。神様はご自分の子供として受け入れてくださった者たちの教育に関して成長に関しても責任を持ってくださるんだという、この神に対する信頼によって成果のプロセスは進むんだということですね。そしてもう一つ強調したことは、神様はひとたび義と認めたものを決してお捨てになることはないということでありました。そして3番目が栄華、これは未来形の救いということができます。今日は栄華についてお話ししたいと思いますが、つまりそれは成果の完成体であると言えますね。神が責任を持って成果のプロセスを導いてくださるというのであるならば、必ず完成まで導いてくださるのは言うまでもないことであります。そのことについてパウロは第一コリント1章8節でこのように語っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。なんという嬉しいメッセージでありましょうか。つまり栄華もまた恵みと信仰によるんだということです。信仰によって始まったものは肉によって完成することはない、信仰によって始まったものは信仰によって完成するんだという一本の軸を私たちはここに見ることができます。そして神様は私たちを栄華に至るまで導き続けてくださるというだけではなくて、全知全能の神様ですから、もう栄華されている私たちをご覧になっているというから驚きですね。そのことについてパウロはローマ人への手紙の8章30節でこのように語っています。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。書かれてますね。義と認めた人たちには栄光をお与えになった。つまり義認をしてくださった者たちを必ず栄華まで導いてくださる。しかもここではお与えになりましたという、もう完了形で書かれているわけですね。神様の目から見たらもう私たちが栄華されているその姿が見えるというのであります。これはローマ8の30の言葉ですが、ローマ8の30といえばローマ8の28の直後ですね。ローマ8の28はとても有名な言葉で、多くの人たちがご自分の大好きな御言葉として暗唱しておられますけれども、こういう言葉です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、
神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。いい言葉ですね。多くの人が大好きです。すべてのことを働かせて益としてくださる、ここだけを取って私たちは用いやすいんだけれども、しかし8の30を見るならば、この言葉は栄華という文脈の中で語られている言葉であるということを理解しなければなりません。つまり神は、神を愛する人たちのためには全てを良きに計らってくださるというんだけども、それは何も困ったことがありませんとか、苦難がありませんとか、試練がありませんとかいうことを約束しているのではなくって、そこにたとえ苦難があったとしても、試練があったとしても、それは全て私たちの栄華につながるんだという意味合いでこの言葉を語っているということがわかります。さあ、栄華という時に、私たちの魂の栄華と私たちの肉体の栄華を分けて考えた方がいいと思いますね。以前敬虚についてお話ししましたけども、もし私たちが生きている間に敬虚に預かるとするならば、魂も肉体も一緒に栄華されます。でも敬虚の前に私たちが地上生涯を終えて死ぬとすれば、まず魂が栄華されます。そして肉体はやがてイエス・キリストの再臨の時、もっと厳密に言えば敬虚の時に私たちの肉体は栄華される。その時に私たちには復活の体が与えられるゆえに、栄光の体となるんだということであります。ピリピ人への手紙の3章20節でパウロはこのように語っていますね。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちの国籍は天にある、いい言葉ですね。多くのクリスチャンが自分のお墓の墓碑名として刻んでいる言葉です。文語訳の聖書を見ると、されど我が国籍天にあり、かっこいいなと思いますが、その天からイエス・キリストがおいでになるのを私たちは待ち望んでいる。どうして待ち望んでいるんですか？イエス・キリストが来てくださったら何が起きるんですか？21節にこう書いてありますね。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。これが続くんです。私たちのこの癒やしい体、その時には復活の体、栄光の体が与えられて、イエス様と同じ姿に変えてくださるんだという約束がここにある。これは肉体の栄華であります。さあ、私たちは3つの段階に分けて学んできましたけども、義人が罪の裁きからの解放であるとするならば、つまり私たちは義人された時にもはや神から罪の裁きを受けることはないという解放をいただいた。嬉しいですね。しかしそれでもなお罪の力との戦いは続いているんですね。そして成果というのが徐々に徐々に罪の力からの解放を表すとするならば、栄華は何でしょうか？これは罪を犯すことのできない体が与えられるということです。なんと素晴らしいことかなと思いますよね。どんなに永遠の命が与えられたとしても、その時にまだ罪と戦い続けるんだったら辛いですね、永遠に生きることは。でも私たちに与えられる体はもはや罪を犯すことのできない体、そういうことに一切悩まされない体が与えられるということは、なんという喜びでありましょうか。そしてそれを知っているということが、この困難な時代を生き抜く力になるんです。
ローマ人への手紙の8章22節でパウロはこう語っています。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。さあ、被造物全体が今うめいてるっていうんですね。実際うめいてますね。この地球を見るときに大地震、大洪水、氷河が溶ける、そしてウイルスが蔓延する、被造物自体が早く回復されてほしいとうめき生みの苦しみをしている。以前お話ししました。この生みの苦しみというのはキリストが帰ってくることによってもたらされるメシア的王国を生み出すための生みの苦しみであるということです。埋めているのは被造物だけではありません。23節ご覧ください。そればかりではなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。ここでは体のあがなわれることという表現が使われていますけれども、栄華を待ち望んでいる。キリストが帰って来られたら、この自然界が回復すると同時に私たちに栄光の体が与えられて、その世界に住むことができる。それに対して私たちは憧れて、早くその段階に到達したいと埋めているのだということであります。それを知っているゆえにパウロは大胆にこう語るんですね。ローマ8章18節、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。パウロほど苦難を経験した人はいないと思いますね。しかし彼は自分の苦難を常にあるものと比較していた。それは将来やがて与えられようとしている重い永遠の栄光といつも比べていた。それに比べたらこんな苦しみは大したことがない、取るに足りないものと私は考えている。比較できる対象があるって素晴らしいですね。私たちも今さまざまな苦難がありますけれども、しかし将来私たちに与えられようとしているその永遠の栄光に比べたら大したことはない、そう言えるとするならば、なんと大きな希望でしょうか。やがて私たちが至るゴールを知っているということは、今日生き抜くための力となります。最後に第一ヨハネの手紙3章2節を読んで、この義人聖歌栄華のシリーズを終わりたいと思います。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。これを分かっていながら生きられるってなんて幸せなことでしょうかね。このゴールから目を離すことなく歩んでいくものでありたいと思います。ではこの続きはまた次回お話ししたいと思います。ありがとうございました。